皆さんおはようございます。ヤスです。今日は寝坊しました。現在午前10時半なんですけども、いい天気ですね。今日はサーフでルアー釣りをやろうと思って湘南サーフへやってきました。今日は全然人がいないですね。珍しい。今日は新しいルアーを買ったので、それを使ってみたいと思います。まず今日使うロッドなんですけども、メジャークラフトのソルパラ SPS1002M。 リールはシマノのナスキ 4000HG で、 P は 1.5 号を巻いてあります。リーダーはプロロ5号を使ってます。そして今日使うルアーはこちら、ブロテという平場に似た円筒して使うルアーですね。スプーンのような重りにスカートがついていて、ほんと平場に似てますね。中古釣具販売店で買いました。とりあえず1投目、ちょっと買ってみたけど使い方がわからないですね。とりあえずただ巻きでやってみます。このルアーを買った理由なんですけども、最近タイだけではなくてスカートのついたルアーで青物だったりロックフィッシュだったりフラットフィッシュだったりが釣れているみたいで、欲しくて買いました。重りの部分がスプーンのようなメタルジグのような感じで、ゆらゆら揺れながらスカートもひらひらするので、アピール力とフォルムが大きく見えて超がつながるんじゃないかなと思ってます。ただ使い方がわからなくて、一定の速度でただ巻きをするのがいいのか、メタルジグやワームのようにワンピッチジャークがいいのか、もしくはバス釣りで使うラバージグみたいにポンピングするのがいいのかわからないので、いろいろやってみたいと思います。最初はただ巻きだったんですけど、当たりがなかったのでワンピッチジャークでやってみます。なんだろう、たまになんかコツコツ出るんだけど、ベイトかな、そこか、当たりないですね。今日は人が全然いないけど、魚釣れないから人がいないのかな。雰囲気はいいけど平和ですね。先ほど隣でトアミをやってる方に聞いたんですけど、どうやらこの城がかかってるみたいですね。この城が入ってきてるということはヒラメとかスズキがいそうですね。普段は人がいっぱいいるので一箇所で粘るしかないんですけど、今日は人が全然いないので乱眼し放題ですね。次はポンピングでやってみます。サーフでポンピングってあまりやらないんですけど、じっくり探りにはブロチは有効かもしれないですね。なんかコツコツ当たってますね。お、来た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 、よっしゃ。でもなんかちっちゃいな。あ、バレた。今のはフグか、この白っぽい当たりでしたね。さあ来い。今午後1時なんですけども、当たりがなくなりましたね。ベイトもコツっていうあたりもなくなりました。先ほど 300m ほど左側でやられていた方とお話したんですけど、今日はこの城しか当たらないって言って帰ってきましたね。その方は冬場もサーフに来るらしいんですけど、波動を出すルアーよりもゆらゆらゆっくり泳ぐルアーが冬場はいいみたいですね。お、当たった、あ、当たった当たった、なんだなんだ、あー、バレたバレた。これ多分ベイトですね。スカートだけ食ったのかな、釣れがかりだったかもしれないな。めちゃくちゃバレやすいですね。先ほどの方にブロテについても聞いたんですけども、湘南清少サーフでも冬場に使われている方はいるみたいですね。ただ巻きでは大きな当たりはないですね。ワンピッチジャークで誘ってみます。お、なんか取れたみたいですね。
なんだ、ヒラって聞こえたのでヒラスズキっぽいですね。50センチくらいですかね。でもこっちは全然当たりないです。よいしょ。やっぱただ巻きの方が泳いでる感がありますね。プロテは今日持ってきてる1種類しか持ってないんですけど、別のカラーもあった方がいいかもしれないですね。ベイトの当たりもねえな。ただいま午後3時半なんですけども、当たりがなくなったので買います。今日釣り人が全然いなかったのはただ単に魚がいなかったからっぽいですね。上釣りの方だけでなく投げ釣りの方もいないので、ただ単に魚がいなかっただけみたいですね。次はカラーを増やしてリベンジできたらと思っております。今日は新しいルアーの紹介動画でした。ではまた。